This is Docomo Making Sense. 皆さん、こんばんは。清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。三谷さん。どうしたんですか？ご存知でした？古い感じがする、なんか。なんでだろうね。人生がうまくいかない人は、声で損をしている、という本があります。それ誰ですか？私の好きなあの昔のアナウンサーっていう手で、うん、時々メレンゲの気持ちで、うん、あのこちらのお店は老舗のうなぎ屋さんでって時に、うん、普通に老舗のうなぎ屋さんでじゃなくて、うん、老舗のおやおや美味しそうなうなぎ屋さんですねみたいなことやると自分の中でちょっと盛り上がって好きなんです。あ、なんか聞いたことある。面白いですね。面白いよね、うん、面白い面白い。で、人生がうまくいかない人は声で損をしてるっていう青匠さんというボイスインストラクターさんの本の今日はちょっと紹介もしたいんですけど、青匠、青匠、もう声が良さそうでしょ、ね、この写真を見ると本当に声のいい人って顔してますもんね。そうですね、うん、宇宙飛行士みたいな、うん、そう、知的な感じですよね。どういう声なんか聞いてみたいですね。ちょっとご本人はちょっと CD がついてるので、はい、聞いてみたいと思います。このように音程5度動いてるんですけれども、この5度の音程の幅で一緒に出していきましょう。なんでもっと明るいね。CD もまあついてるということなんですけれども、もういいんじゃないですか。青さんってかわいそうな感じ。本当ですよ、あんまり笑ってるとね。僕は宣伝ならないこと。これにあの書いてあったのちょっと読んだんですけど、はい、赤ちゃんのね、うん、ハイハイのこう姿勢で発声をやるといいとかって書いてあるんですけど、うん、確かにね、そうなんですよね。赤ちゃん昔から不思議だったんですけども、うん、例えば舞台劇場でね。うん、声出ない人とかいるし、ね、発声やっててもやっぱりこう緊張とかでとか、あと元々声量の少ない人とか、うん、僕もそうなんですけども、舞台発声じゃない人って、うん、なかなかその声が客席に届かない。あ、そうだね、そうだね。で、あんまり張っちゃうとまた声潰れたりわざとらしくないですか、うんうん、で苦労してる人がいるのに、例えばあの客席の一番後ろに赤ちゃん連れたお客さんがいた時に、赤ちゃんの声なんてもうすごい響くじゃないですか、うん、なんで赤ちゃんにできてお前にできないんだよっていうこともあるわけですよ。本当だ、素朴だけど本当そういうことですもん ね。そしたらね、赤ちゃんってね、腹式呼吸なんだって、うんうんうん、喉からやっちゃうと枯れちゃうもんね。あんまりないですもんね。一日中泣いてるわけですから。そうそう、腹式だからあれができる、うん、へえ。犬もそうなんですね。犬も腹式だって。本当、うん、へえ。だからじゃあそれ本当にあって、そうだからね、犬の吠え方の練習をするといいって書いてありますよ。犬みたいな形でこう、じゃあこの方のレッスンを当初行くとみんながあーあーあーってやんなきゃいけないの。あの赤ちゃんみたいなハイハイみたいなしながらあーあーやる、帰りましょう。やってんのかな。帰りましょう。なんですか。犬の声も通るもんね。そうですね、すごいでかい声出すの。好きだからなのかな、うん、そうじゃなくてやっぱり何か脳でストッパーがないからなんじゃないの。そっかな、恥ずかしかったりしないからかな、うん、そうじゃないですかね。あのでかい声出すとちょっと恥ずかしいっていうのちょっとあるもんね、うん、だから逆に言うと泥棒とかさ、痴漢とか来た時にすぐに叫べるようにしとかないと、うん、やっぱダメですよね。そのためにも、そうですね、うん、トレーニング、その瞬間のために落ち着いてんじゃない。でもお笑い芸人の方とか、うん、バラエティやってる方って皆さん声でかいじゃないですか。うん、自然にでかい ね。自然にでかいよね。大阪の人が特にそうかな。うん、だから僕たまにそのバラエティとか出た時に、うん、なんてみんなすごい声で喋ってんだろうって、うん、テレビで見てる時はそうも感じないんですけども、うん、そうなんですよ。だからね、あれ神経だと思う。私も今喋れるんですよ、テレビで、うん、だけど出始めの時ってものすごくちっちゃくってよく注意されてて、うん、あのうちの旦那さんなんかに、うん、もっと晴れよって。そうなんだよね。だから晴れよって自分でも分かってんだけどできないんだよね。慣れてない人はやっぱびっくりするし、隣に磯野キリさんがいらっしゃった時に、磯野さん声すごいでかい、もう引いちゃって、どうしちゃったんですかみたいな、どうしてた、普通に喋ればみたいな風になるぐらいでかい。で僕は声そんなでかくないから、でそういう場でもあんまりこう張って喋る感じがしないから、
前なんか出た時に、うん、有吉さんって独舌じゃないですか、うん、声ちっせーって言われて、うまいこと言いますねすごい傷ついたんです私はねしばらくの間はあれですよ、今だったら面白いなって思いついたら、うん、それを割とオンにして喋ることができるんですけど、うん、昔は面白いこと思いついたのがもったいないから、うん、隣の人に言わせるような感じでそれもさっきと言ってること違うじゃんねって言うと、その人が隣の人が言ってくれるから、これでなんか胸がすいたみたいな、それじゃダメなんだけどそれでタレントとしてちょっと致命的ですけどもでも人間としては素晴らしいと思います。そうですよねそういう人とか僕は好意好感持ちますけど、それ似てるからじゃないですか、ちょっとね、でもあれですよ、僕の恩師萩本先生の言葉にありますけども、萩本欽一さん、はい、とにかく声を出せと、うん、いい言葉だね、やっぱ声がちっちゃいと緊張する、歌の人はね、だってお客さんも、うん、でだからとにかく受ける受けないは置いといて、うん、まずとにかく声がでかいっていうだけでもなんとかなる、声がでかいだけでかばかしいですよねだから、ね、だからそれこそ無防備だからかな、かもしれないですね、うん、犬みたいなもんですよ、犬が出てきて騒いでるに近い、まあ、そっからこう人間としてのこう何かをねプラスを持っていかなきゃいけないんですけども、ね、とにかくまずでかい声を出すというのは、うんうんうん、大事なことですよ、うんうん、だから時々政治家なんかでもやっぱりこう朝までとかさ、うん、ああいうのに出た時にこの人もうダメじゃないかって時あるもんね、討論会の時とかね、うん、ダメじゃないかっていう予感が走らせるってことはもうそこでね、うん、ちょっと人を引っ張っていくにはちょっと難しいものがある、まずやっぱでかい声ですよ、俳優さんもタレントさんも政治家も、でもこの本は、うん、大きい声で喋れっていうんじゃなくて自然な発声と か, そ, かそういうことを多分言ってるんですよね、やっぱりね共鳴が、みなさんもそうだけど、うん、ラジオでいいなって思うのは、うん、みなさんの声って共鳴する力があるんじゃないですか、僕の声だけ聞くと僕だって分かんないっていう人が結構いるんですよ、うんうんうん、ちょっとこう顔のイメージと声のイメージが違うみたいです、ね、声の方が2枚目だと思いますね、顔も2枚目ですけどね、やばい、いいじゃないですか